いや、ちょっとね、雨が降りそうなんですけども、梨の枝の、まあ、荒剪定の方にやってきております。地域の農業を守るということ、まあ、これからね、こういうことがね非常に大切になってくる。ところがそういったことに対して国はですね、ほとんどこの力を与えてくれていないというのが実態じゃないでしょうか。どん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 と農業者の数が減っていって高齢化していく。そしてまたその農協さん自体がねどんどん縮小化している。何かおかしいと思いませんか。私たち NPO 法人地域福祉協会はですね、こういったことにも地道にこの地域から取り組んでいくという活動を行ってまいります。